はい、皆さんこんにちは。はい、そらくんはもうガサガサやってます。はい、今日はね、まあ、渓流というよりも清流ですね、の方にガサガサにやってきました。ここはね、夏場すごい増水する川なんですけど、冬場になると、減水傾向になるんで、ちょっと様子を見に来てみました。それでですね、GoPro を持ってきてたんですけど、SD カードを忘れてしまったので、今回はね、もう急遽スマホでの撮影となります。それではね、ご視聴よろしくお願いします。ちょっとね、結構様子見ながらやってるんですけど、生命反応が全くないです。結構位置がゴロゴロしてるところには、麦粒が結構取れる川ではあるんですけど、この下どうやよっ、おう、なんかん、よしのぼりとこれなんか違うやつを、全部よしさん、はい、よしのぼり、はい、逃がします。全部よしのぼりだね。今本流の方の川にいるんですけど、ちょっと支流の水路に登ってみます。よいしょ、俺いけた、いけるやろ、いけた、余裕やろ、やりにくい、これはやばい。これはやばい。ああ。この辺網置いてみる。普通にこれ川のところさ、おるけど。こうやったら。はい。ほら。タコ早いじゃん。タコ早い。ああ。まあまあ。通過して。高早いやね。ここの高早い綺麗よね、もうちょっと上行こうか。これ無理っすね、多分。厳しい。ちょっとカメラ止めろ。これはちょっとピンチですね。水路に上がったんですけど、水路が減水しすぎてて、ちょっと登ったらもう水がなかったです。なので、ちょっともう本流の方で何とかやっていきたいと思います。魚いねえんですよね、こういうでかい石ね。動かんかな、よいしょ、あかんか、よいしょ、わかんない、動かん石が多いな。お、これ動く、よいしょ、お、麦つこおった、麦つこおった、これはちょっとキープしとこう、よいしょ、はい、麦つく、手冷た、何、石蹴って、よいしょ、うわ、なんだこれ、カエル出てきた、何ガエル、これ、ごめん、寒いやろな、石の下におったか、ほらこれ何ガエルやろ、これ土ガエルか、土ガエルですかね、なんか全然動かない、元のところに返してあげよう、よいしょ、泳いでいった、ああ大丈夫そうやね、石がでかすぎるね、どれもこれも、
お、まだ出た、もぎつく。よいしょ。はい、もぎつく。はい、あ、今逃げた。あ、取れた、むぎつく。石の下おるで。むぎつくめっちゃおるわ。おい、パターン化してきたな。またむぎつく。これほぼむぎつくやな、今日は。むぎつくしか取れへんの。こんなこともなかなかないと思うけど。ほら、またむぎつく。むぎつくめっちゃおんで。ひっくり返したのか、そら。はい、むぎつく連発。厳しい。過酷やな、今日は。あの、この川が減衰するのすごい貴重なんですよね。普段、ああ、麦つく。うん、はい、これ見えるかな。はい、麦つく。うん、オッケー。はい、もういいや、逃がしてあげよう。基本僕はある程度、まあ、持ち帰らない日はもうキープ、うん、5匹ぐらいかな、うん、来たら、まあ、あとはもう全部リリースするんで。このでけえ石、これいったろ、動かんか、さすがに。まあ、無理や、無理だね。そらくんはでもなんだかんだ楽しんでます。もうおらん、その辺とかおらへん。ああ、歩きにくいの。うん、厳しいね。うん、ちょっと先に観察しようかな。はい、ちょっと先に観察します。はい、ちょっとね、日が暮れるかもしれないんで先に観察やっておきます。今日キープしたのはこれですね。麦つくが4匹です。高早かな、うん、高早もまあそこそこ取れたんですけど、うん、もう全部リリースしました。はい、色がめちゃくちゃ薄いですね。もう今ね、水温1度とかなんで、1度とか2度とかそれぐらいのレベルなんで、もう麦つくの色もすっごい薄いです。はい、とりあえずね、この頃はもうリリースします。はい、こっからは番外編として、そらくんが取れるまで帰りません。で、僕はね、もうガサガサやめて、そらくんのお手伝いをねちょっとしていこうと思います。ね、よし、そら、一度下行こうか。こういうとこ、こういうとこ、大きめの石いかんと今日は取れへん。うん、ちっちゃい石ひっくり返しても全然おらんわ。これやったっけ、まだやな。あ、今なんかいた。え、おいおい、でかい。サラコでかい。サラコでかい。でこいよ、麦つく。なんかゴミついてる。ああ、観察しようか。ちょっとソラゴン取りました。ああ、大きいやん。黒。今日は嬉しいやろ、ソラ。入れるわ。ああ、多分。ああ、全然大丈夫。うわ。